さあ続いてはペンネームトトロさんからいただきました。いつも貴重なお話ありがとうございます。ワンダーランド時代に先生を知ってからのファンです。ワンダーライフね。そうなんですね、うん、まあ、もう本がないから、うん、ワンダーランドと思ってる方も結構多いから。そうですか、うん、それは別にいいです。はい、うん、木星から飛び出す惑星というのはいつのことで、私たちはどうなるのですか。過去金星もそうだったのですか。私はシューメーカーが木星に衝突した時に受精が完了したと思ったのでこの飛鳥情報には鳥肌が立ちました。ぜひ教えてください、うん、お願いしますということです。まあね、うん、シューメーカーレビー彗星ってあったな、うん、金星はどこから生まれたか、はい、木星の大赤斑から生まれております、はい、地球もそうです。火星もそうですね、まあ、いわゆる地球の内惑星群というのは全部そうです。ただ一番近い水星、コメットじゃない方ね、はい、あれに関しましては大きさが小さいので、何とも今は言えませんが、まあ、基本的には木星から出たと思っていいでしょうね。そうですか。で太陽から生まれたのが木星とかね、ドッテン解明、冥王星はまあ違いますけど、うん、あの辺りの巨大な天体は全て太陽から生まれています。もちろんあれらはガス惑星じゃありません、はい、全く地殻天体です、はい、で、シュメーカーレビー彗星、まあ、確かにねあれはまあ、ある意味では卵子に突入する精子みたいなものにも見えたよね、うん、まあ、あれがそうなのかどうなのかっていうのは今はまだ結論は出ておりませんが、うん、まあひょっとすると、まあ、一つの象徴的な意味としては、まあ、正しい判断かもしれないね。そうですか、うん、答えになってるのがまあだからおっしゃってる意味っていうのはまあまあうん、この普通のね、はい、人間の受胎とかああいうことと照らし合わせたお話でしょうから、うん、そうですね、うん、まあ、はい、完全に一緒かどうか別にして一つの象徴としたら割と僕は近いと思いますよ。なるほどですね、うん、はい、分かりました。あくまで象徴という意味ではね、はい、うん、続いてはデワさんからです、伊勢神宮と熱田神宮にはキリストに関する三種の神器があると先生は説かれています。物のべ系の仙台九字本儀には天津印水宝徳佐という徳佐の神宝があると言われています。三種の神器と徳佐の神宝で数は異なりますが、徳佐の神宝は三種の神器だという説もあります。